ナってこんなに大手玉上手だったんだ。意外な特技だね。どんくらい楽勝や。なんなら玉乗りしながらやってもええよ。そんなこともできるの？まるで本物の大道芸人さんみたい。そらそうやろ。うちのおかんとおとんは芸人やさかい。そうなの。そうなんだね。せや、ごっしーやろ。あれ、ユナが嘘って自白しないよ。もしかして本当の話なの？ユナなのに。失敬やな、お嬢。たまえて聞きすぎや。うちかてたまにはほんまのこと話すわ。おかんもおとんも自由人でな。うちがジャーナリストになって自立した途端、あとは一人で生きてなってなばかりにどっか行ってもうたんや。今はどこで何してはるか見当もつかへんけど、きっと元気でやってるんやろな。ふん。およ、二人とも黙ってもうてどないしたんや。ユナ、俺もう騙されないよ。どうせ俺たちが遠ざかってから嘘って言うつもりなんでしょう。もしくは明日の朝一で言うつもりね。きっとそう。ありがとうユナ。俺たちユナのおかげでなんとなく嘘がわかるようになってきたよ。うちどんだけ信用ないの。